一の鳥居穴姫神社は、静岡県岩田市三池にある神社。式内商社で、旧社格は、旧剣社。三池天神の通称で知られる。新明朝交渉によると、八谷若美名の地とされている。創建年代は不詳。文献上の所見は、俗日本語記、上和7年6月に、十五一下の深海を授けるという記事であり、上岸2年1月17日には、 生後以上を授かった。演技式神明帳には勝者に列している。省略4年には、太宰府天満宮より、菅原大臣を勘定したと言い,い、以後は、三つ家の天神様、三つ家天神と呼ばれ数敬された。慶長8年には、徳川家康より、新領50国を寄進された。東海道53寺の宿場町の一つである、三つ家塾の陳寿とされていた。 霊剣室平太郎銅像霊剣神社この伝説は当社やその高各地で語られているものであるがその内容は類型的である。また室平太郎の名は伝わる地方により異なり室平太郎の出身地である光舞寺では早太郎と呼ばれる。見つけの里では毎年8月の初めになるとどこからともなく飛んできた白羽の矢が ある家の屋根に突き刺さっており、矢を建てられた家は年番といい、年番はその家の娘を生きたまま棺に入れて、8月10日の真夜中に見つけ天神へ備え、備えられた娘は、生贄として地響きと共に現れた海神によって、食い殺されるという恐ろしいしきたりがあった。これを破ると、田畑が荒れ里が、凶作に苦しむことになるため里人は泣く泣く、 このしきたりを守っていた。遠京元年8月、雲水と呼ばれる旅の僧が見つけの宿へ通りかかったところ、この祭りに遭遇し、楽しいはずの祭りなのに、里人が悲しい表情をしていることから話を伺ったところ、この祭りを知ったとされる。見つけの里の陳樹であるはずの神様が、 そのような悪行をするはずがないといぶかったうんすいが、祭りの夜にその正体を確かめようと神社に向かい身を潜めていると、現れたのは、神ではなく恐ろしい怪物であり、信濃の国の質平太郎に知らせるな。今宵今晩このことは、質平太郎に知らせるなと言いながら棺ごと娘を、さらって去っていった。うんすいは怪物を打ち破るため、怪物の恐れる質、平太郎を求めて、 信濃の国へ向かうが、そのような名前の人物は見当たらず、さらに根気よく探していると、それは稲の光前寺で飼われている犬であることが分かった。運水は住職に事情を話し、下受家の許可をいただくと、室、平太郎を連れて、見つけに戻った。見つけに戻った頃には、翌年の8月になっており、この年も年番の屋根に白羽の矢が立っており、運水は、 里人と相談し、娘の代わりに、質平太郎を棺に入れて備えたところ、質平太郎は、現れた怪物と一世にわたって、激しく戦い、見事大事に成功した。怪物の正体は年を経た猿の妖怪、ひひであった。見つけの里人は、質平太郎の立派な、働きぶりに心から感謝し、大半にゃ今日六百貫を書き写して光まてらえ、奉納した。 境内にある霊剣神社では、霊剣室平太郎が祀られている。室、平太郎の出身地である光前寺は、現在の長野県駒金市に位置し、この話が縁となり、昭和42年1月12日から、岩田市と駒金市は、友好都市関係となっている。ありがとうございます。